毎度 YouTube 植木屋の中村健三です。今日はですね、素人の方があんまり知らないハサミのね、話をしたいと思います。結構ね、あ、こんな便利なもんがあったんかってね、思っていただけると思いますんで、ちょっとお得な情報なんでね、まあこういうちょっとね、お得な情報を発信してますんで、よろしければね、チャンネル登録の方ね、よろしくお願いいたします。そうですね、まあこれ見ることによってね、そういう便利な道具、植木屋しか知らないような道具がね、知れて、今後の購入の選択肢にね、入れていただけたらなと思います。まあ、早速いきますね。そのハサミというのはですね、こちらなんですよ。見たことありますかね？素人の方はないと思いますね。こちらね、はがりバサミって言うんですよね。で、植木屋がね、どういう時にこれを使うかって言うたらですね、日本庭園とかでね、仕立て物のこう、玉のね、そういう仕立て物の樹木をね、手入れするときに、まあこういう、刈り込みバサミでバーって上から行くんですけど、その場合ね、これで行ききれんかった細かいとこをね、こう手直しっていうか、ほび修正で、これでパパ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 ーと行く感じに使ったりとか、あと、これね、両手がこう、両手でやるもんでですね、あんまり細かいとこっていけないんですよ。危ないとことかね、こう、木ちょっと持っていかなあかんとことか、こう、奥の方とかって、これでいけんようなとこをね、これでかいくぐってバーっと行くと。っていうような使い方が一番しますね。うん。あと、まあ、ちょっと細かい手直しとかね、に使うんですよね。あと、はがりバサミっていうだけあってですね、もう葉っぱごとジョキ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 っても、葉っぱ長いんでね。うん。まあ、簡単に言ったら、これの、刈り込みバサミのね、これの片手バージョンっていうことが分かりやすいかもしれないですね、うん、そういう感じに使ってます。で、これをね、僕がなぜ紹介しようかと思ったのはです。なぜ紹介しようかと思ったというのはですね、僕が最近今これよく使ってるんですよ。もともとはあまり僕こういうの、これ持ってなかった、このタイプはね、使ってなかったんですけど、最近よく使うようになってですね、もともと植木屋さんのね、このパターンって言うたらね、まあ代表的なこういうね、ハサミ、木バサミって言うんですけど、これと剪定バサミですね。うん。これと剪定バサミね。で、ノコギリね。うん。で、最後に刈り込みバサミですね。まあ、この4つなんですよね。植木屋さんはね。で、僕が思ったのはね、これがね、もう20年以上やってるんですけど、備えに使わないんですよね。もう松やるときとか特別なときはね、一日中使いますけど、それ以外ってね、あんま使わないんですよ。うん。で、葉が短いんでね、こう、ちょっと芝生とかね、雑草とかも根元で切るときもね、短いんでちょっと効率が悪いと。ですんで僕はもうこれの代わりにね、今常時これを携帯してるんですよ。うん。これと剪定バサミね。うん。だこっちはね、その芝生とかもバーいけますし、その、イネ科の雑草とかの根元とかね、すすぎとかもバーいけますしね。あと、まあ、花柄摘んだりとかね、宿根草の切り戻しとか、葉が長いんでね、効率がいいんですよね。早いんですよね。ですんでね、もういろんなオールマイティにこれを使うようにしたらすごいね、便利なんですよ。ですんで今回一般の方が多分知らないと思うんですよね。うん。で、ホームセンターにもね、売ってるとこと売ってないとこもありますし、そもそもこのハサミってどこで使うんやって、うん、馴染みがないと思うんでね。でもこんな便利なもんなんですよっていうのをちょっと今回紹介したくてね、紹介してます。で、一般の方の方が逆にこれをね、よく使う可能性がね、あるんじゃないかと思って今回紹介してるんですよ。一般の方って多分ね、まあ、剪定バサミでやってる方とかね、まあ、もしくはもうこういうハサミだけでずっとガーデニングやってる方がいると思うんですけど、この場合、まあ、その、植物と植物の間の雑草とか根元でバー切るときとかね、まあ、多分芝生の裾切るときとか、切り戻しとかね、うん、葉が短いじゃないですか。その分やっぱこう、ちまちま時間もかかるというので、こっちの方がいいんじゃないかと思うんですよね。細かいね、花柄も詰めますしね、詰めますしね。早いし、うんうん、で、これ西垣っていうところのやつなんですけど、錆びないんですよね。うん、錆びないんでね、そういうとこもいいところやと思います。細かいこと言うたらね、これサイズがあって、これ4寸刃なんですよ。あと5寸刃とかね、どんどん長いやつもあるんですけど、まあ長いやつは長いやつで多分ね、それを使いうる用途がある場所があると思うんですよ。それはもうほんと本職の方が使うように使ってもらったらいいと思うんですけど、そういうオールマイティに使う場合はね、僕この4寸刃が一番便利やと思ってるんですよ。うん。ですんで、これ
ね、あの、紐とかも切れますしね。うん。まあでも、松もこれでできますし、すごいオールマイティなんですよね。だから、うん。まあ、植木屋のね、常識としたら、本当もう、木バサミと剪定バサミとノコっていうのがもうずーっと。で、僕も何の疑いもなくそうしてきたんですけど、ちょ、待てよと。法律考えたら、こっちとこっちのパターンの方がええんちゃうかって最近思ってね、うん、今これでやってるんですよ。まあ、ちょっと、あの、大きいんでね、うん、ちょっとまあ、重いっていうか邪魔なるっちゃ邪魔なるかもしれないんですけど、慣れたらそうでもないかもしれないですね。で、これはこれの入れ物っていうのがまた別にあってですね。まあ、こういうちょっと長いのに入れんと、長いんで収まらないんですけどね。こちらもあの一緒、西垣工業って言ってね、こうカニさんマークなんですよね。うん、西垣工業のね、はがりバサミ、四寸刃。これ両方ともちょっと概要欄貼っときますね。もし購入される方ね、概要欄見ていただいたら、こういう風に入れてね。で、ここ、うん、腰にぶら下げ、ベルトに通してね、ぶら下げて、うん、使っていただいたら、ものすごいオールマイティなんじゃないかと思いますね。園芸、ガーデニングされるね、女性の方もね、うん。まあ、個人的な意見ですけど、女性の方がこんなん持ってたら、なんかちょっとかっこいいなって、うん、ちょっと個人的な意見なんですけど、思ったりもしてますね。うん、ですんで、ちょっとこれ紹介してみましたね。こんな便利なもんがね、あって、まあ、使い方って自由なんでね、自分が一番これは便利と思える場所に使ってくれたら一番いいと思ってますし、うん、ですんで、ちょっと知らんかったらね、うん、どうしようもないんでね、一応この情報をね、発信しておきました、今回。今回は以上ですね。今回、関係ないですけどね、関係ないですけど、8月13日、今日もね、こっち雨降っとるんですよ。今日もちょっと現場止めてね、すいません、車の中からね、倉庫で撮ったら雨の音がうるさくて撮れないんですよ。車の中でからすいません。あとね、チャンネル登録もよろしくお願いします。ですんで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。